こんにちは経済ナビ北海道です。今日の特集は農業女子。人口減少などによる農業衰退への危機感が高まる中、経営に参加し、時には親と喧嘩をしながらも男性中心だった農業の世界に新風を吹き込む女性たちを取材しました。トカチのシホロ町。 ある農家のビニールハウスにやってきたのは同じ十勝の清水町で畑作や酪農を営む農家の若手の奥さんたち真冬でも忙しく働く農業女子たちがいると聞いて視察にやってきたのですここのハウスが今パクチーを作ってるハウスです今までずっと水菜のハウスだったのをこうお客様のニーズに合わせてパクチーの方がこれからはいけるんじゃないかって言ってちょっとずつ規模拡大をして。 今ハウスが五棟あるうちの約二棟がこういうパクチーのハウスになってます。ホッタユキさん、二十九歳。志幌町で三代続く畑作農家へと移りで五年になります。メインで作っているのは白株で、忙しい夏場にはおよそ三十人を雇用しています。ホッタさんの無双農園の特徴は。 夏場だけででではなく通年でスタッフを雇用していることです冬場も安定的にお仕事を作れるようにって言って今のシーズンでもパクチーと水菜とあとつコリーこの3つの野菜を冬場は作付けしていますというハウスです真冬にビニールハウスを稼働させるのは農業王国十勝でも珍しいケース 燃料代や維持費がかさみ効率が悪いと考えられているからですそれでもやる理由はやっぱり冬野菜を作るにあたって一番優先したいことはうちのこうすごい有能なスタッフたちの雇用を確保するっていうことが何よりも大切にしていることだと思います今の社長がずっと一生懸命やってきたことなんですけれども 無双農園で働く後藤さん夏場だけの雇用なら他の仕事を探していたといいます冬場だったら本当に燃料炊かなきゃいけないし本当になんかマイナスになってるんじゃないかなって心配になる時もありますこのビニールハウス堀田さんが嫁ぐ前は全て水菜で。 価格は平均で1キロ800円ほどでした堀田さん夫婦は需要が高いと見込んだパクチーに転換し水菜の3倍の1キロおよそ2500円で販売冬場の稼働でも黒字を出しています、うん、葉っぱ堀田さんの実家は中札内村で焼肉店を経営物心がついた時には店を継ごうと決めていました 三大では経済学を専攻職についても学ぼうと農協に就職しましたそこで夫の隆一さんと出会いました本当にパートナーですよねこういう言い方が正しいのかわからないですけども,もう異性とかそういうのをもう通り越した人生のパートナーを見つけたっていう感覚の方が強いですよねパクチーがこんだけたくさん売れるようになってうちの 畑あの無双農園でもかなり貢献度が強くなってきたのは結婚してで彼女がその部分一生懸命そこをやってくれたから伸びたところですね、うん、焼き肉店を継ぐ夢を断ち切り農業の世界に飛び込んだ堀田さん畑に出ることで精一杯の毎日に加えどこの誰に届くのかわからない野菜を作ることに疑問を感じ始めたといいます 考えた末にたどり着いたのが必死にやりがいとか生きがいを自分なりに見つけようとした結果が直販の事業だったんだと思います多分藁をすがる思いで自分の居場所を探したんだと思いますねしかしここで大きな問題が 劉一さんの父親が直販事業は効率が悪いと大反対したのです。